私自身、この団体とのお付き合いのあり方について説明したいと思います。地元の支援者の中にですね、ボランティア活動を熱心にやっている皆さんがいらっしゃって、その方たちが平和連合、女性連合の会員の皆さんでした。でそのご縁で、皆さん方とのお付き合いが始まりました。今月2日の説明では、承知の上でお付き合いをしているというのではなくてですね、自分なりに地元の皆さんで、その中にそういう関係者がいたのかもしれないという、そういう認識です。名称は非常に似てますので、そういう思いはあったんですけれども、あえて触れなかったというのが正直なところです。